公明ニュースです今回は11月13日から19日までの公明新聞史上より主なニュースをピックアップしてお伝えいたします今回は北川幹事長の定例記者会見太田代表の定例記者会見公明党結党記念街頭演説を開催以上の内容でお伝えいたします最初は 十一月十五日の記事です。北川幹事長は十四日、国会内で定例の記者会見を行い。海上自衛隊の給油活動再開を目的とした。補給支援特別措置法案などについて見解を述べました。まず、補給支援特別措置法案について、北川幹事長は。我が国がテロとの戦いにおいて、いかに国際貢献をしていくのか。 ぜひ参議院で真正面から議論してほしいと強調。民主党がこの法案の審議引き延ばしの構えを見せていることについて、堂々と国会で論議するのが政党としての役割だ。民主党には早く対案を出していただき、お互いの主張をしっかり国民の目の前で論議し合っていくべきだと力説しました。一方、 国会の同意が必要な人事案件の一部に対して民主党などが省庁出身者であることを理由に反対したことについては次のように述べました。元官僚であると公務員であったということだけを理由にして、ね、あのこうした国会同意人事に反対されるのも、まあ、いかがなものかと思いますね。 ちょっとなかなか理解しがたいなというふうに私は思っております。早くですね、あの、うん、民主党としてのルール、考え方、まあそういうのを明らかにぜひしていただきたいと思いますね。また、二千八年度から十年間の道路整備の指針として国土交通省が十三日に発表した道路の中期計画の素案に関して。 事業費がガソリン税など道路特定財源を使い切る計算になっていることについて北川幹事長は次のように述べました。特に地方に行った時のですね道路に対するニーズの強さというものはあこれは本当に大きいものがあります。ここはぜひねご理解いただきたいと思うんです。私は昨日の国土交通省のですねあの、えー、取りまとめというのは。あ 私はあの逆によく理解できるんですね、国土交通省という立場からすると、そういうニーズを本当に真正面から受けてますから、えーえー、実際、そういう余剰分なんかないとおっしゃるのは、ですね、えー、よく理解できます、その一般財源化するんだったら、その暫定税率をやめてくださいよと、暫定税率をですね少なくとも低くしてくださいよと、こういう論理というのは、これは税の理論としては当然の。 論理なんですね、まあ、これから年末に向けてですね最終のこの道路特定財源問題というのは非常に年末の予算編成に向けてね特に暫定税率が来年の3月で切れますからあのう予算編成過程のですね 非常に大きな論点の一つが、この道路特定財源でも、の問題でして。しっかり党内でもね、論議をさせていただきたい、与党内でも論議をしたいし。民主党の皆様ともですね、ぜひ共有をさせていただきたいと思っております。さらに、原油高については。中小企業対策の側面も含めて、しっかり取り組む必要があると強調しました。続いては、15日の記事です。 太田代表は16日、国会内で定例記者会見を行い、会計検査員が公表した2006年度決算検査報告や、森屋前防衛事務次官の証人喚問での発言などについて見解を述べました。まず、会計検査員が9日に公表した2006年度決算検査報告の中で、公務員による税金の無駄遣いや、 不正経理などの事例が451件総額310億円に上っていることについて太田代表は党として公務員による税の無駄をなくし会計検査院の機能強化会計検査院法の法改正を含む検討チームを発足させると表明しました。また、大田代表は、 国民の側に立った検査員の機能強化のための法改正が大事だ。公明党が先頭に立ってきちんと報告が実行されるように力を注いでいきたいと強調。不正に関与した職員の処分が各府省に任されていることや、不正行為が犯罪と認められた場合の検察庁への通告がこれまで一件も行われたことがないなどの問題点を挙げるとともに、 次のように述べました、えー、処分ということの何らかの処分と同時にあるいはその省庁に対してもですねそうした不正指摘を受ける省庁におきましては予算編成の際間近でありますけれどもマイナス査定をすることもその分ですね検討してよいるのではないかというふうに思っています。これはは私が時期は申し上げませんが コッシーは間違いなく今国会会期中にはまとめて予算編成の前にまとめたいと思っておりますし、えー、そして、えー、出来上がったら議員立法の形で提出できればというふうに思っています。一方、森や前防衛事務次官が15日の証人喚問で防衛省舎山田洋子元専務との演説に。 向賀財務大臣、キューマ元防衛大臣が同席していたと証言したことに関して、太田代表は次のように述べました。えー、ご両人はそれぞれご自身のことを語っています。その後も会見等も積極的にしているという状況にあると思います。しかし今日各紙が報道し えー、そして、えー、国民の皆様も、えー、もう少し、えー、精緻な内容を知りたいというふうに思っていると思いますそういう意味では閣僚という立場もありそしてまた重要なあ党としての幹部という立場もありますからより積極的にですね、えー、委員会とか会見とか 特に野川大臣の場合はです、ね、会見ということや、あるいはあ委員会という場もあるでありましょう、あらゆる機会を通じて、私は積極的にですね、えー、しっかり、えー、説明をするということが大事なことだというふうに思っています。また、福田総理が、 2008年度中の消費税率の引き上げ見送りを明言したことについては考え方は公明党の言っていることと同じだ我々の認識と全く一致していると強調しました最後は18日の記事です公明党決闘43周年を迎えた17日大田代表は東京都内で街頭演説に立ち 次の戦いに向け新たなスタートを切りました。今日十一月十一日は公明党が昭和三十九年十一月十一日今日立党をいたしました。庶民や大衆の声を代弁する政治や政治家はいないのかという叫びを受けてまさに庶民や。 中小企業や地域で困っている人の側に立つという日本の中でそれまでなかった政治を始めようとしながら今日まで戦ってまいりましたその姿勢はいささかも変わっておりません JR 渋谷駅前で演説に立った太田代表は公明党は庶民や中小企業困っている人の側に立つ政治を行ってきた。 率直で透明性のある政治を行えるのは公明党しかないと訴え、政治と金の透明性を高める政治資金規正法の改正問題についてすべての支出の領収書を公開するという与党合意を導き出し論議をリードしているのが公明党だと述べ公明党が与野党間の合意形成に全力を挙げていることを強調しました。さらに、 来年4月からの高齢者医療費の負担増の凍結や母子家庭に支給される児童扶養手当の削減・凍結などを連立政権合意に盛り込み政案化に向けて作業を進めていることを紹介自然災害で被害を受けた人に対する改正被災者生活再建支援法については公明党がまとめた改正案に沿った内容で 被災者にとって使い勝手がいい制度に改正させたとして現場に徹した公明党の政策実現力を訴えました一方、先日行われた日米首脳会談については訪米前に北朝鮮の拉致問題を置き去りにしてはならないと福田総理に注文をつけ会談でブッシュ大統領が置き去りにしないと明言したことを強調。 今回の首脳会談は、日米同盟を強化し盤石にすることが目的、そこに向けて一歩前進することができたと会談の内容を評価しました。また、海上自衛隊の給油・給水活動のための補給支援特別措置法案については、民主党には審議の早期再開と対案や骨子などを示して濃密な議論を行う責任があると指摘しました。 以上、公明ニュースでした。